さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のねプレミアムメンバー限定にはなるんですけども、ヒルトンのね HPCJ に特別優待でね入れるキャンペーンが来ておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 ANA の方でヒルトンホテルのね HPCJ に優待カードでね入会できるキャンペーンが来ましたということで、こちらね毎年来てるんですけども、今年はですね昨年より1ヶ月早くですねこちら優待キャンペーンがね来たということで、去年はね6月からね開始だったと思うんですけども、今年はですね5月から利用することができるっていう風になりまして、このねヒルトンホテルの HPCJ っていうのはですね、国内のヒルトンホテルとあとね韓国のヒルトンホテル数件だけね、まあ優待でね利用することができて、こちら本来ですね2万5000円するんですよね。このヒルトン HPCJ っていうのは結構高いですよね。これが今回ねこの ANA のねプレメンバー限定にはなるわけなんですけども、こちらね1万円で利用することができて、またね5000円の割引金がね2枚もらえるということで、こちらね宿泊等にもね利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ実質ね無料で利用することができるねかなりいいキャンペーンっていう風になっておりますんで、ヒルトンホテルね利用される方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、キャンペーンの詳細ですね。公式サイトね、こういった形になっておりまして、ANA プレミアムメンバー限定、ヒルトンプレミアムクラブジャパン、HPCJ5 優待入会キャンペーンということで、こちらね、期間がですね、2022年の5月1日から2022年7月31日、申し込み分まで利用することができます。で、こちらの特典ですね、先ほども言いましたけども、ヒルトンプレミアムクラブジャパン、HPCJ に通常2万5000円ね、かかるわけなんですけども、初年度に限り1万円で利用することができるっていった形になります。で、こちらね、対象者が ANA のね、プレミアムメンバーということで、ダイヤモンド、プラチナ、ブロンズ、スーパーフライヤーズ会員の方っていった形になります。おそらくね、こちら、ステータス持ってる方はね、全員対象だと思いますので、ANA のね、マイページの方ね、行っていただければ確認することができて、そこからね、申し込むことができるっていった形になりますんで、まあ、申し込み自体はですね、ANA のウェブサイトからね、利用するっていった形になります。で、このね、ヒルトン HPCJ のキャンペーンなんですけども、まあ、今回のこのキャンペーンはね、1万円で入会することができるわけなんですけども、5000円分の割引金がね、2枚もらえるっていう風になりますんで、こちら実質ね、無料っていった形になります。で、この割引券なんですけども、いっぺんにですね、ホテルでね、利用することも、宿泊費にね、当てたりすることもできるっていった形になりますんで、まあ、実質無料って言ってね、いいのではないのかなと思います。またね、こちら、更新にもですね、このキャンペーン一応利用することができるっていう風にね、記載がありますので、今年ね、有効期限が切れるみたいな人もですね、利用することができます。それでは次にですね、このヒルトンプレミアムクラブジャパンって何ですかっていうね、思ってる方もね、中にはいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、このヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうのはですね、通常ね、2万5000円がかかる、有料のね、プログラムっていうふうになっておりまして、まあ、今回これがね、1万円で利用できますよっていう話なんですけども、このヒルトンプレミアムクラブジャパンの会員特典なんですけども、まずですね、宿泊料金が 25% オフになったりですね、レストランの利用が最大 20% オフになったりですね、まあ、先ほども言いました5000円の割引券がですね、2枚もらえるっていう風になっておりまして、ヒルトン HPCA に、ね、入会した時にですね、ステータスね保有されてない方はですね、こちら入会していただくと、まあ、初年度だけねシルバーステータスがねもらえるっていった形になります。で、このねヒルトン HPCJ のね大きい特典としてはやはりね、宿泊代金が 25% オフになるのと、この5000のね割引券が2枚もらえるっていう点ですね。まあ、この先ほども言いました通りね、この割引券は一括でですね、宿泊代金に当てることができますんで、まあ、実質1万円引きでねヒルトンホテル利用することができます。またね、この宿泊代金が 25% 割引っていう風になりますんで、まあ、これがね個人的には一番ね大きい特典ではないのかなと思います。ヒルトンホテルね、HPCJ のね、サイトがありまして、そこからね、利用していただくと、まあ、こういった形でですね、利用することができるんですよね。この HPCJ 限定プランっていうのはね、出てくると思うんですけども、こちらね、上に載ってるのがね、普通の料金、まあ、ヒルトンオーナーズの割引料金なんですけども、まあ、これ同じ日に検索すると、まあ、こういった形でね、割引が受けられるっていった形になるんですよね。ですんで、まあ、これ、税金とかね、サービス料とか入ってませんけども、まあ、この額面で見てもですね、だいたい5000円
ぐらいのね割引がこのヒルト HPCJ で検索していただくと利用することがねできるって形になってるんですよね。このね HPCJ のねプランっていうのは、まあ、どうやって探すんですかっていう話なんですけども、こちらね公式サイトはねちゃんとヒルトン HPCJ のサイトがありまして、そこからね検索することができます。でねこれ検索することはできるんですけども、たまにねこの先ほど見せたねこの HPCJ の会員限定プランね、これがね出てこなかったりする時もあるんですよね。これねよくわかんないんですけども、まあこういう時はねどうするかというと、このヒルトン HPCJ っていうのはですね、プロモーションコードはねちゃんと存在しているっていう風になっておりまして、こちらねあのヒルトンホテルのプロモーションコードをね入れる画面なんですけども、これ滞在のね情報を編集するところからこちら見れるようになっておりまして、特別料金っていうところを押してもらうと、このねキャンペーンコード、キャンペーンオファーコードがこちら入れることがねできるっていう風になっておりまして、ここにですねこのヒルトン HPCJ の RPHPRO このねプロモーションコード、こちらね覚えていただくとですね、今後ねプレミアムクラブジャパンで、ね、入られた方で会員限定プランね出てこないよみたいな時はですね、こちら入力していただくとね出てくるっていう風になりますんで、これね結構便利なのでぜひね覚えておいていただければなと思います。まあこういった形ですかね。ヒルトン HPCJ には、レストランの割引ね、最大 20% 割引とかあるんですけども、2022年の6月30日までね、こちらやってますよね。セーブアライカーメンバーということで、こちら、解説動画もね、出させていただきましたけども、これがね、6月いっぱいまでやられておりますので、まあ6月いっぱいまではですね、このヒルトン HPCJ の割引はね、まあなかなかね、出番はないのかななんていうふうに思います。またね、レストランに関連する特典だと、これ HPCJ だとですね、誕生日のねケーキがねもらえるっていう特典もあるんですよね。こちらちょっとね動画やってるね立場からすると、まあ今度ねこちら動画撮りたいななんていう風に思うんですけども、ヒルトン HPCJ のね会員の方にはですね、バースデーケーキが来店のね3日前まで予約していただいて利用していただければですね、ケーキがもらえるっていう風になりますんで、こちらね公式サイトにね電話番号等々ね載っているっていう風になりますんで、気になる方はですねぜひチェックしてみていただければなと思います。こちらね3日前までに予約していただいてレストランを利用していただく方限定になりますんで、このバースデーケーキだけ使うみたいなね、まあそういったことはね利用することはできませんので、この点をねご注意ください。それでは次にですね、このヒルトン HPCJ の利用できるねホテルですね、ちょっと一覧でここにねババンと出しておきますけども、国内のねヒルトンと韓国のヒルトン2件ですね、こちらね利用することができるっていった形になります。またねヒルトン広島今年のね2022年9月にね開業予定なんですけども、こちらもね利用することができるっていった形になります。まあこんな感じになっておりますかね。おそらくね2023年、来年ですね、ヒルトン宮古島がねオープンする予定ですけども、まあおそらくねこちらも利用することができるのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、まあ現時点ではですね対象ホテルこういった形にねなっております。ということで今回ですね、 ANA プレミアムメンバー限定にはなりますけども、ヒルトン HPCJ ねお得に入会することができるということで解説させていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルね利用される方はですねかなりおすすめっていう風になりますんで、ぜひね検討してみていただければなと思います。またね今回 ANA ねプレミアムメンバー方の限定にねなっておりますので、 ANA のステータスね保有していないとねこちら利用することができないわけなんですけども、もしね ANA のステータス保有されてない方でヒルトンアメックスのクレジットカードね保有されている方、こちらのオファーね登録されましたかね。ヒルトンホテルで2万円以上利用していただくと5000円キャッシュバックねしていただけるっていうねアメックスのオファーがあるんですけども、こちらねエントリーされている方はこの HPCJ の会員更新っていうのはホテルのねフロントデスクとかでもすることができるんですよね。ですのでこれね全部のホテルでできるかどうかちょっとねわかんないんですけども、まあ、実際にできた方ね結構いらっしゃいますので、もしねヒルトンね HPCJ を更新される方はですね、ぜひねホテルでね更新していただくのもねいいのかななんていうふうに思います。こちらねフロントデスクで更新していただくとですね、このホテル利用明細にね乗っかってくるっていうふうになりますんで、これヒルトンアメックスのねキャッシュバックオファーね乗れた方いらっしゃるっていうふうになりますんで、こちらもねぜひね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。